モルドビア共和国は、ロシア連邦の連邦構成主体の一つ。モルドビン人の民族自治共和国で、ソイ・ボルガ連邦管区に所属する。首都は、サランスク。モルドビアは、モルドバ共和国と表記されることもあるが、旧ソ連の独立国で、ルーマニアとウクライナの間にあるモルドバと、混同しやすく、注意が必要である。この地域は、モスクワ時間帯の標準時を使用している。 時差は、アトクプラス3時間で、過時間はない。2011年3月までは、標準時がアトクプラス3で、夏時間がアトクプラス4。同年3月から2014年10月までは、通年、アトクプラス4であった。期限は1930年に設置された、モルドビア自治州で、自治共和国を経て、ロシア連邦の構成共和国となった。 モルドビア共和国の地図ロシアのヨーロッパ部分のほぼ中央に位置し、北に、ニジニノブゴロド州、東に、チュバシ共和国、南にペンザ州、西に、リャザン州がある。モルドビン人は、フィンウゴルゴ派の内ボルガフィン諸語に属するフィン系の民族で、公用語はロシア語及びモルドビン諸語の目舎語、エルジャ語など。2010年の国勢調査では、